ないわ。ないの？言えば言うほど嘘みたいに聞こえるのはどういうことなのかしらね。だって瀬戸くんがあまりにもうさんくさくて。周り、そんなに不思議に思われてるんですね。このでもほら、留年仕掛けとかその辺を考えると疑われるのもさもありなんというか。その疑われてるのはそういうことだけが理由じゃなくて、あ、な、何それ。お兄ちゃん、そんなに追い詰められてたの？そこまで大変だったら私が。
忘れ物はないかしら。はい。ま、忘れ物があっても送るなりまた取りに来るなりすればいいから。次から来るときは前もって知らせてほしいけど。ごめんごめん、葵には言っておくつもりだったのよ。ほんとほんと。だ、そうよ。ごめん。え？環境が変わったのに何週間も連絡しなかった方がよ。そうやって人に責任を負わせようとする。そんな風に首輪つけられる趣味があったのかしら。